せた装飾写本である用紙206用で1ページのサイズが29、X21 センチメートル。自答書とは、キリスト教徒が用いる祈祷文、参加、暦などからなる政務を記した日課書のことである。それぞれ私的なものであり、各人が思考を凝らして作成することがあった。中でも本書は、国際ゴシックの傑作でもあり、 最も豪華な装飾写本として評価が高い。多くの写本を集めた、ジャン一世の依頼で、15世紀初めに、ランブール兄弟によって制作が始まったが、1416年に、両名が死去したため一時中断し、同世紀の終わりに、ようやく完成した。ジャン一世が制作させた、自動書は6部以上現存している。他に、メトロポリタン美術館所蔵。 ベリー校の美和式自動書というのもあり、この方が早く制作され、ランブール兄弟が完成させている。また、ベリー校の糸も美和式、聖母自動書は、鳥の私立図書館とパリ国立図書館に分蔵されているが、ヤンファインエック作の画を含むと推定され、美術史上重要である。この自動書は、ジャン一世の死後、第五代サボイヤ公カルロ一世に継承され、 ブルジュ出身の職人、ジャン・コロンブの手で1485年から1489年頃に完成したと考えられている。さらに、第8代サボイア公フィリベルト2世が1504年に没すると、ヒ・マルグリット・ドートリッシュがこれを相続する。しかしその後、自動書の行方はしばらくわからなくなる。次に姿を現した時には、 ジェノバの銀行家でありセスト及びベネフロ公爵、そしてロス・バルバセス,ス公爵でもあるスピノラ家の所有物であった。なぜ道家がこの書を所有していたのかは定かではないが、一説によれば、17世紀、初頭の当主、アンブロジオ・スピノラが、フランドルからラロシェル、マドリードを経て、 マントバ校領継承戦争へと転戦する中で入手したとも言われるが、アンブロジオの第二、スピノラ家は、スペインハプスブルク家の戦費不払いによって破産を経験しており、このような高価な品の入手が可能であったかどうかは、意見が分かれるところである。ともかくこの児頭書は、フランス王、ルイ・フィリップの4男マールコをアンリが1855年に、ジェノバで購入する。 それからしばらくは、シャンティー城に所蔵されていたが、1897年には、オマール公爵家から、フランス学士院に寄贈され、現在は、シャンティー城にあるコンデ美術館付属図書館に、非公開で所蔵されている。これは、トリノとパリに分蔵されている、ベリー公の、いともびわ式、聖母寺当初の図録。ありがとうございます。